どうもバンです。ソニーから新しいアクションカム RX0 Mark II がね、発売になるようですね。で、たった今ね、YouTuber の方がね先行レビューされている動画をね、見ました。で、そのちょっと前にね、アンソニーさん、がですね、このカメラの緊急生放送ということでですね、このカメラについてのいろんなね、話題を性能面も含めてですね、情報提供されていたんで、それをねもう食い入るように見てました。で、アンソニーさん生放送やってはったんで、僕はですね、このカメラの情報はですねアンソニーさん生放送で初めて知ったんですね。で、それまで何やったか言ったら、もうずっとちょっと電子工作の方やったんですよね、今日はね。で、やっと一段落して、で、ソニーのね、この新しいカメラが発売になるということをですね、知ったんですけれども、まずその、このカメラの実際の映像ですね、その、この各 YouTuber の方がレビューしておられる映像をね、今見ました。で、僕ねもうずいぶん前から新しいソニーのアクションカムが出たらもう喉から手が出るほど欲しいから買うとかっていうふうなことをね公言してたんですけども、結論的には、買うのをやめようと思います。このカメラについてはですね、はやめようと思います。いくつか理由がありまして、最大の理由はですね僕の好みの画質じゃないというとこですね。これはもう完全に僕の主観なんですけれども、なんかね、ハンディカムみたいな画質だというふうに僕は感じました。あと、なんかね、こう、精細感に欠くような、画質だなというふうに思いました。これはなぜかはよくわからないです。で、もしかしたらですけれども、これアンソニーさんの生放送でもおっしゃったんですけれども、コンティニュアスのオートフォーカスがないという点、それから、絞りがですね、F4 ということが、この2つの理由がね、もしかしたらあるのかなと。実際に触ってもいないようなカメラで、まあ、どうかな、どういうことをですね、どうだとかっていう言えたきりじゃないんですけれども、まあちょっと、ちょっと特に画質面ですね、ちょっと、これは敬遠しようかなと、僕的にはですね、思いました。特にですね、このミカフさんの、動画で、紹介されたの中でですね、これ、の各 YouTuber の方の中でですね、この、これ僕存じない方なんですけども、ジュライディさん、この、ジュライディさんのみがですね、カメラの紹介をされているんじゃなくて、いわゆる Vlog を撮られたわけなんですね。で、この方はもうずっとこうこのカメラの RX0 Mark II で撮られたと思うんですけど、あ、それ以外のシーンもありましたけどもね。ですけれども、このミカスさんのね映像を見て、 RX0 Mark II 以外のカメラの画質の方が僕ね正直いいと思ったんですよ。僕好みの画質だと思いました。何で撮っておられるのかちょっとよくわからなかったんですけどもね、というふうに思ったわけなんですね。まあ GoPro で撮られたのか GH5 とかで撮られたのか、ソニーの R、ソニーの、X3000 で撮られ、まあおそらくこの辺りで撮られたと思うんですけどもね、ミスカスさんだからと思うんですけれども、まあ思いました。ちょっと話を元に戻しますとね、僕ソニーの新しいあのアクションカムが出たら、ぜひ欲しいと。なぜそう思ったかというとですね、
僕ちょくちょくインタビュー動画撮るんですね、駅前とかで。その時にですね、やっぱりいつも僕はその手の動画を撮る時にはですね、最近は、GoPro Hero 6じゃなかった、 GoPro Hero 7をね使ってるんですよ。7になって、マイクの音質もねだいぶ向上しましたし、自作のウィンドジャマーをつけてね、いつも収録しております。こんな感じです。こんな感じでね、収録してるわけなんですね。でこれでね、まあほぼ事足りているんですけども、あともう一歩マイクの音質が良くならないかなという点、それから自撮りをするにあたってこう、バリアングル液晶がねこっちを向かないという点ですね。 GoPro この2つの点がこの、RX0 Mark II で、実現できるんじゃないかと思ったんですけれども、やっぱりそのコンティニュアスのオートフォーカスじゃないという点ですね、っていうことを考えると、ちょっと現時点では買うのはないかなというところですね。他の YouTuber の方もこれ絶対買いやとかって言ってる方もおっしゃったんですけど、僕はそうは思いませんでした。あとね、最近気がついたこととしてね、この GoPro Hero 7でインタビュー動画こうやって撮ってるんですけども、インタビュー動画撮るときにですね、やっぱりインタビューの声をですね非常に重視したいんですよ。なので、この GoPro っていうカメラはですね広角カメラじゃないですか。だからすんごい寄れるんですよ。こうやって寄れるっていうことイコールマイクが口に近くなるということですよね。インタビューする、受けてくださる方のね、でその時に、音が明瞭になるんですよ。これね、あともう一つの RX0 Mark II を、今回、買わない理由の一つに、このカメラの、単焦点レンズなんですけれども、換算 24mm の、レンズを搭載していると。いうことでですね、だいぶねこう離さないと、腕をこう伸ばさないとね、いいアングルにならないんじゃないかなというふうに思うんですよ。そうなると僕が求めている、インタビュー動画を撮るにあたって、支障が出るわけですね。で僕は常に日頃から、速写性、パッとね映像ビデオを撮るということを心がけているんで、というかズボラなんですけれどもね、という意味においては外部マイクを、極力避ける YouTuber なんですよ。というかもうほぼ使わない外部マイクはというスタイルを撮ってるんですね。ということを考えるとこの GoPro でインタビュー動画っていうのはですね非常に今ねの僕にとって、いい手段なんです。2つほどのこう欠点を除いてね、バリアングルでないという点と、あともう一歩 GoPro の、マイクの音質を上がってくれないかなという点ですね。GoPro Hero 7でも、ほぼ、使い物になるんですけども、もう一歩というところはあるっちゃあるんで、そういうところで、僕はですね、これからも GoPro Hero 7を使って、インタビュー動画を撮ったり Vlog を撮っていこうと思います。もちろん GH5 もね、併用します。そういうわけで、バン TV は 今後もですね、GH5 それから GoPro Hero 7それから今撮影しているこのカメラ、パナソニックのルミックス GF7、この3台体制で、撮影をしていこうと思います。他にもねいっぱいカメラあるんですよ。GH4 とか GH3 とかあるんですけども、それらは、全部生放送、琵琶湖の風景を映す生放送であったり、
金魚水槽、ザリガニ水槽を映す生放送に使っています。こちらの方でね、6個カメラを必要としています。だから家に全部で 6+3 で9台のカメラがあるというね、暴挙の状態となっております。9台あるんですけども、そのうち使う、普段使うのは、先ほど申した3台 GoPro Hero 7、もう一度言います、 GoPro Hero 7、GH5、 そして、GF7 というところでこれからもやっていこうと思います。もしね、ソニーがですね、X3000 の後継機を出されるということであれば、ぜひとも買わせていただきたいというふうにも思っております。もちろんね、この GoPro Hero 7とこう比較して、音質がいいという、アドバンテージがおそらくあるであろうというね、目論見の下での今のね、発言なわけですけれどもね。はい、ちょっとのもう相変わらずね、僕、喉の病気で、声がね満足に出ないという病気がずっと続いております。もうそろそろ喉の電池切れです。グダグダと失礼いたしました。本日の動画は以上です。ではまた、バイバイ。デリーキックトゥーゴー、デリーキックトゥーゴー、チャンネル登録しないでね、ホーバットボタンも押しときな、ハデリーキックトゥーゴー、本当は登録してほしいな、グッドボタンポチッとな、ハ、もしこの動画が面白かったらチャンネル登録お願いね、ハ、グッドボタンよろしくね、ヘイ、本当は登録してほしい、本当は登録してほしい、本当登録してほしい、本当登録してほしい。